皆さんこんにちは、杉田千尋です。今回は神奈川県三浦市剣崎間口港の喜平寺丸さんから槍スルメイカに行ってきます。なんと3月9日、やっとですね、待ちに待ったイカタ祭りが出ました。ついにイカのお祭り X デーが始まったようなので、私たちもそれにあやかって次の日急遽の釣港に行ってきました。さあ果たしてどれだけ釣れるのか、やってみたいと思います。見てた。
かり着岸しなかったらもう上げちゃう。もう一本でもらって糞するんだよ。でかいのがコンビニじゃんな。でかいよね。やばいやばいやばい。目にやられた。すごい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 ぞ。すごいぞ、ジアジャコングだよ。アジャコング知らないのか。上の方にいるのはもうビッグチャンスだよ。絶対いるってことだな。この止まるときは大体全部一緒で170度くらいでふわっつうかもうそこついたみたいになっちゃう。え、なんないよ。あ、なった。あ、おっ、ずっしり。まだ上がったら動かしてみて。上がったら動かしてみて。下まで180、140ぐらいまで出てる。いた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 。やったやった。うわ、いやいてて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 、痛い。おう、よし、来た。170。すごい、めっちゃ重い。これいいんじゃないの。ないかもしれない。イエイ。ふわふわってなってももう行くまで我慢する。そっから上げてった方が。そうだよね。途中の層で下の針に食って上げちゃうもんだから、だからもうそれでも我慢して無理やり下まで下ろす。イカザを使ってないからさ、このしなりってすごくない？イカとは思えないでしょ。おめでとう。
最高は3点だけでした。はい、数えるよ。ご視聴いただきありがとうございました。この動画がいいと思ったら高評価、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。 Twitter、Instagram、Facebook も更新していますので、そちらもぜひよろしくお願いします。ルル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